今年5月22日にグループを脱退し、ジャニーズ事務所も退所した元 King&Prince の平野翔、26と神宮寺雄太25その後7月に入って元ジャニーズ副社長の滝沢秀明氏41が今年3月に立ち上げ平野翔太エンターテインメント会社 2B に合流することが明らかになり世間を驚かせた平野さん 神宮寺さんと同じく5月にキングプリンスを脱退した岸優太さん、27、も、今年の9月30日をもってジャニーズ事務所を離れることが発表されています。岸さんも、平野さんと神宮寺さんに合流することが濃厚視されていますが、一点、別路線を行くのか、岸さんの今後の動向には大きな注目が集まりそうです。女性誌編集者。 2B に合流した平野と神宮寺が今後どんなことをしていくのか、具体的にはまだ発表されてはいないが、これまでジャニーズではできなかったような画期的な活動への期待も高まっている。今後は SNS などを駆使し、よりファンに近いところでの活躍が期待されています。例えば神宮寺さんは以前、雑誌、ポテト、ワンパブリッシングの2020年7月号の中で、 もしもオンライン講座を開くなら、との質問に、ヴィンテージ講座、バイクとかデニムとか、男の趣味を堪能したい人だけにまず集まってもらう。興味がなかったら多分続かないと思うから、デニムなら、製造年の見分け方から細かく教えるよ。と答えていたんです。全道男性ファンに向け趣味を活かしたヴィンテージ講座を開催する、なんてことも、 こうなった今は現実味を帯びているように感じますよね。前室の女性誌編集者。ちなみに同質問に対して、平野と岸はこんな風に答えている。整理整頓講座、人に教えられることなんてないよ、わら。強いて言うなら、家を片付けるのは割と得意だから、整理の仕方なら教えられるかな。基本、家の中はいつも綺麗にしているよ、平野。料理講座。 短時間でいかに効率よく惜しいものを作るかがテーマ。第1回のメニューは、俺流チャーハンで世界に一つの隠し味を入れたりするよ。その場の思いつきで、笑、義式。一方、ジャニーズ事務所に残り、今後も金プリとして活動していく長瀬連24と高橋海人、24の二人も、同インタビューの中でそれぞれ個性的なコメントを残している。 長瀬さんは、ゲーム講座を開いてみたい、と答えています。その理由を、教えられるものは、ゲームくらいかな。俺は銃を使って敵を倒すタイプのゲームが得意で。オンラインでもよくやっているから、上手な打ち方を配信してみようかな。わら、長瀬。とちょっと控えめに答えています。一方の高橋さんは、ダンス講座、初心者編から丁寧にやっていくよ。昔、 舞台とかで後輩に教えた経験もあるから、指導のクオリティにはそこそこ自信あり。配信頻度は週1。無理なく、飽きさせないのが大事。と、こちらは長瀬さんと違って自信満々に語っているんです。同じ質問に対する答え一つを取ってみても、5人それぞれの個性がにじみ出ていて面白いですよね。前室の女性紙編集者。ジャニーズを辞めた3人、騎士は9月末。 は今後、現実的にオンライン講座の解説、もあり得そうだし、長瀬、高橋も新時代に進むジャニーズの中ではそれに近い形があり得るのかもしれない。今年の5月22日にキンプリの公式インスタグラムにアップされた画像、シャープティアラありがとう、とファンへの感謝が綴られていた。